どうも、エルザレットです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。今回また続きやっていきましょうかね。そんじゃ、外行きますか。さあ、何が見えるのか、今回はね。見えるかい？これは太古の地球の姿。昔、大陸は一つだったんだ。じゃあ、これは？月だ。あら、これまた同じムービーな気がするな。見せてあげる。世界はどこまでもつながってる。だからここを出たら月にだって行けるんだ。うん、やはり同じムービーでしたね。ってなると、そろそろ第3章終わらせないと新しい夢は見させてくれない感じかもしれない。さあ、今相手は何持ってるっけ。こんなにボーラ、チャージハンド、グレネード、ロープ、ケース、血液がちょっと、あ、でも、グレートポーチに入ってるもんね。ウーツ。スティッキーガンか。使い切るかなっていう感じだよね。いや、使い方次第だろうな。まあ、最低限いるって感じか。クリア。武器処置。確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。お、落とし物の保護が。あ、そうだ、国道どうなったんだろう。おー、伸びてない。ここまでだね。さあさあ、まあ、ミッション受けますか。自動配送が、まあいいか。サムの依頼めっちゃ下だな。サウスノット、ここまでか。あー、前のところよりさらに奥って感じか。まあ行くしかないよね。選択で行きますか。ケースリペアはまだ1個あるからいいね。ブーツも足りるだろう。まあハンドガン1個あればっていう気がするんだよね。バッテリー強化、結構いいね。まあちょっとこれは道路をするときでいいかな。さあ、これで81か。まあなかなか重めだけど、重心ちょっと後ろ寄りかな。まあ悪くはないね。配送が開始できません。エラー回復までそこで待機してください。あ、
サム・ブリッジズですね。申し訳ありません、発注システムのエラーです。あなたに運んでほしい荷物の登録が漏れてました。それで依頼人はフラジャイルとなっています。フラジャイルエクスプレスと新しいブリッジズの宅が混在して紹介できなかったようです。時間をロスさせてしまって申し訳ありません。あ、気をつけて、中身は壊れ物。では。はあ、なんか怪しさしか感じない。どうしよっかな。小型熱核爆弾、爆弾、このタイミングで爆弾っていうのもなかなか。さあバイク乗っていきますか。ちょっと待った。小型熱は、これなんで赤く光ってんだ。いや、離れるとカウントが始まるって書いてあったけど、大丈夫かな。いやー、でも絶対今の怪しいよね。今まで人がいなかったのに急に出るってさ。とりあえず、こっからだね、問題。こう行って。あ、でも、そうだなぁ。ジャンク屋のこういう、このルート結構楽だったんだよね。さあね、結果。ジャンク屋寄って。っていう感じで行こっかね。さあバイクでちょっと移動頑張りますか。あ、そうだね、抹車だったね、そういえばね。さあ橋を渡り、さあ次はこれも渡ってか。そうだね、 BB ご機嫌だったね。いやー、さっきのやつは怪しさしかなかったね。絶対なんかやらかしそうだね、感じだよね。まだ先で大丈夫。
それでバッテリーは一旦 OK。 まだ先か、頑張って運ぶか。車か、いいね、借りていこう。よし、この車いいね。待って、いきなりか。あ、余裕か。いや、こう考えると車ほんと楽だね。これ車に積めばなおさらって感じか。さあ、いった。こっち一旦渡っとこうか。渡っておいて、通路があると。通路から。まあ、もうちょいしたらすぐ降りる感じか。まあ、逃亡はできる。もうここら辺からだよね。やっとルートが出たね。お、超緑で、こっからだよ。あっち走る。ちょっとしない間にいろいろできるようになったな。できてる、完成してるね、なんかね。このまま突きて下に行っちゃおうか。ルートは消してしまって、距離を置いてと思ったが、これおお、マジか。走れ走れ、危ない。車はね、一旦あれはスティッキーガンのマークかな。危な。よし、特には取られてないから OK だね。
ちょっと寄れ、そっち行ったか。方向修正。まあ、どっちみち車ではっていう感じだったからね。ここ。あっちにはっていう感じか。お、カイラル結晶があるね。さあ、まず一つ目の中継地点まで来たね。あの辺りか。でもあそこ抜けていかないといけないんだよね、マップ的にね。そうなるとだよ、そうなると。気も崩れそうな感じが。でも超合金とかめっちゃあるね。特殊合金。よし、行ける。よし、行こう。まあ、このまま何事もないことを祈りつつ。まあ、その間に変えられる結晶もあればラッキーかなーっていうね。あったあった。もう荷物はね、これ以上持っても電気の消費が激しくなるんでね。よし、いやー、でも結構素材いいの落ちてるね。適当に歩いてたらあった。なんか前回ここ来た時が嘘のようだね。何事もなさすぎてなさすぎるのも逆にな。とりあえずあっちだね。いやー、結晶だけでもって思ったんだけど、そんなないか。どうだサム、俺はここだ。さすがにいないか。あ、近
近くにあるじゃん。これだったらここまで車とかで来れたらまだ最高だったね。よし、だいぶ移動が楽だった気はするんだけどな。あるじゃん。やっぱこれ結構ランダムなんだね、結晶が出てくるところはね。30ぐらいかな。よし、2か。え、1000か。これやべえな。まあ入れるけど。1000はすごいね。でこっちの方か。これはあ、まあ研究施設。ちょっとこっち行きたい。うん、ただすっごい天気が荒れそうな感じ。降り始めたね。いやだね、ここまで来て雨が降り出すのはちょっとなんか嫌だね。そう、プライベートボックスしか開けない。いないのか。やべ、降ってきた。一瞬で変わったな、この辺りがね。さあ、物が劣化しすぎる前に急がないとね。うん、ほんといろいろ落ちてるな。あ、こうやって見るとかなりアイテム持ってるね。あ、そりゃおみいわなっていうレベルの数がね。このカイラル結晶はちょっと大きさを取りたい。まあ雨が降ってるところで出ないんだったら BT がね。こうやって時間つぶしに集めるのはありだね。よし、さあここも1000。数すげえな。まあ入れるだけ入れといて。
なんかこう効率よく集める方法を知りたいね。カエラル結晶ね。フラジャイルとなっています。気をつけて、中身は壊れ物。マジかそういうこと。なるほどね。もう捨てていいんだ。ただあれどこに捨てるかだよね、そうなったらね。そういえば前女の子があそこに捨てればっていう話してたね。あの野郎クソタレじゃねえかとりあえず行けるところまで行って捨てるか。まさかね、もうそもそも終わりですよってなると思いもしなかったな。さ、スタミナ回復。これ手に持っとこう。あの辺りから下降りれそうだね。あ、これは取っときたい。マジか、まんまとやられた感があるな。ほんとね。危ない。手荷物を投げる状態は四角を押すと荷物を振り回します。この状態タイミングよく R2 ボタンを外すとっていうことか。右の方が飛ぶんだ。それ面白いね。こういうこと。いいのか？いやー普通に爆発。あなたは都市や人々の命を救えた。私は救えなかったけど。確かに君はミドルノットを救えなかった。でもサウスノットシティを救ったのは君だ。そうだろう。
さあ、ここで真実はちょっと分かってきそうな感じですね。サウスノットも爆破すると分かった時、核爆弾は都市に運ばれるところだった。私は配送車を追跡して何とか核爆弾を外に持ち出した。でもヒックスは最初から私の動きを読んでいた。核爆弾を抱えてゲートを出たところで私はあっさり捕まった。そしてあいつも私の服を剥いで時雨を呼んだ。生きながらえるか、壊れ物を運んで壊れるか。何をさせる気？そうだな、助かりたければジャンプしてこっから逃げるのもいい。だがどうしても赤の他人を救いたいのであれば、核爆弾をこの先の底なし沼まで運べ。そうすれば都市は助かる。ただし肌を晒して時雨の中を歩くことになる。お前は今という時間を失うが、都市にはしばらくの未来がもたらされる。どうだ、好きな方を選べ。顔が好きじゃない。だから顔を消している。そういえば、ああお前は親からもらったその顔がお気に入りだったな。ダメダメダメ。大丈夫だ、この顔は壊さない。この顔はある種の証言者になる。よし。教えて、どうして私を裏切ったの？お前の他に必要とする存在ができた。そいつとはマスクなしで通じ合える。おう、いいか、フラジャイル。たとえこの都市を救ったとしても、お前はミドルノットシティを破壊したテロリスト。はあ、この綺麗な顔はテロリストとして継承されていくことになる。どこまでも追われる。そう、俺のようにな。いくら壊れ物を運んでも、いずれ壊れるだけだ。どうする、ここでやめるか？ん、私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。そして私は壊れない。よしよし、後悔するなよ。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。
彼女こそが英雄だ。噂は本当だった。君は正しいことをした。君が持つべきだ。私は英雄なんかじゃない。あの時の選択をいつも後悔している。ヒックスの言う通り、あのまま逃げればよかったと。君はただ都市を救っただけじゃない。みんなに希望を与えたんだ。いえ、私を救えるとしたらあいつだけ。ヒックスに私の選択を後悔させてやる。あいつを殺す。私には無理。今あいつは強大なパワーを得ている。でもあなたならできるかも。あいつを約束して、あいつを生け捕りにして、尋問して聞きたいことがあるの。君に拷問なんかできるのか？できるわ。私を裏切った理由が知りたい。食べる？サウスノットへ支援物資を運ぶのを忘れないでね。いやー、そういう感じだったのか。うすうす予想はしてたけど、ああやってムービーで見るとなかなかだね。でも本当、映画並みに話がしっかりしててすごいね。まあちょっとね、ヒックスとかどっかで対面することになるんだろうけど、どうなるのかってことだね。生け捕りにしてね。まあ、殺す殺さないの選択もあるだろうし。まあ、この先が気になるところだね。で、フラジャイルっていうタイトルの由来も壊れ物って意味だったんだね。今回の意味としてはね。ブリッジズ ID を確認しました。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。さあ、依頼物資をしっかり運んで配送センターへ進んでください。終わりにしますか。いやー、なかなかよ。この物資を届けてというところだね。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。
さあ物資をすべて届けて、これでありがとうございます。みんなこの配送を待っていました。助かりました。困っている市民に行き渡ります。それだけじゃない、もっと多くの人に渡せる。ありがとうございました。まあ自分を取るか他人を取るかとか、そのあたりだよね。このあたりはね。ちょっと特急には合ってたが、まあ S ランクだね。フラジャイブ見守りと、安全性、まあここ多分上がるような仕組みだろうね。踏ん張り力アップ、いいね。それでついにカイラル通信がつながるというのは本当ですか？待っていました。つないでください。ではよろしくお願いします。夢のようです。さあつないでください。んじゃつなぎますか。まあでもあのサムが食べたっていうのがちょっとね、恐怖症というかあれが変わってきてる感じがするよね。さあ下もつながった。まあ、ちょっと進んで戻った感じだね。サウスノットシティ K6 が加盟。ハンドガンが作成か。アサルトライフル、マジか、早くねか。グレネード、おお。私たちは一人では生きていけません。だけどカイラル通信がつながれば都市を再建することもできます。必要な物資を集めることもできます。あなたには感謝の言葉しかない。ミドルノットシティが消えてこの辺りもテロが多発しました。この都市もテロの対象になると思っていました。でもこうして私たちは生きています。これは奇跡や運のおかげじゃない。きっと誰かがあの時も助けてくれていたんです。あなたも助けてくれた。私たちも誰かを助けられるようにならなくては。あ、すみません、みんなにこれを渡します。ありがとうございました。サム、よくやった。この先に備えて支給品を渡しておく。分かっていると思うが取り扱いには十分注意してくれ。まあ血液を使うものだからね。まあ落とし物、まあここまで物資いるかっていう感じもするんだけどね。おう、久しぶり。あなたがサウスノットシティを救い、つないでくれた。ようやくこれで大陸の半分がつながった。あとはさ、いい、よく聞いて。私はさあ、ビーチへの干渉があったってことか。サム、アメリとの通信が切れた。旧来の通信システムで結んでいる。回線のトラブルかもしれない。すぐ調査する。彼女に何もなければいいんだが。サム、カイラル濃度が急上昇してる。あなたがいる近くよ。お、見たことないくらいの数値なの。アメリとの通信トラブルもこれのせいかもしれない。
そういえば豪雨がどうこうって言ってたもんね。これでは都市に被害が及ぶかもしれん。サム、外を見てくれるか。まあまあまあ、その前に。まあ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 、一旦ね、結構霧がいいところなんでね、今回ここまでにしましょう。まあ結構時雨も激しくなってきてるところがあるからね、ちょっとその様子見を次回するらしいので、これはねちょっと次に回しておこうかと思います。いやー、まあなかなかだったね、話的にもね。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあなかなか話がねだいぶ踏み込んだ感じの話だったけど、あとねヒックスとどこで会うのか楽しみなところですね。ということで、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。